今回の受賞を契機にさらに進化し、さらに発展されることを確信をいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。世界のお客様がより一層進化していただけるような、そんなものづくりソリューションを提供していくことが我々のミッションだと思っています。生産のアプローチっていうのが注目されると今までなかったと思います。めちゃめちゃ嬉しいですね。このような賞をですね、いただくことによってですね、改めてナショナルスタッフをどのように 彼らと一緒に強い会社にしていくかっていう、一つ見直すきっかけになりましたね。申请这个奖应该是从16年开始的，然后中间也经过了很多大家一起来团队来做这个事情，然后获得这个奖，然后大家特别开心，尤其是在申请这个奖的过程中，我觉得大家是不断的成长，不断的飞跃的。現地の方が実際に自分の職場を自分の手でやっぱ改善されてるっていうところが、各社とも素晴らしいなと思いますね。利益を上げる背景にはいいマネジメントの仕方とかいい考え方とかってあるんで、それをぜひこういった受賞した企業から学んでほしいと。やはりナショナルスタッフに任せることでですね、現地のやる気を引き出して、全体活動、ものづくり活動をされてるなというのは非常に参考になったと思います。仕事を任すということは本来であると業務を任すんじゃなくて決めていいよっていうことなんですよね。そこまで任すということが普通はできない。ジャッジを任すっていうことまで信頼できるのかということが肝なのかなというふうには思うんですけどね。